自分の子供を愛する、自分の子供の幸せを願う、それは母親の義務だろうか。それがどんなに醜い子供であっても、母親である、たったそれだけの理由で愛を捧げなくてはいけないのだろうか。わからない。心が揺れている。息子は今日も学校へ行かず、自分の部屋で一日中寝そべってスマホをいじっている。私はそんな息子の様子を映した隠しカメラの映像を見つめている。ただただ気持ち悪い。私にはこの生き物が何の価値もない、この世界に必要ない存在に思える。これが私の生んだ人間。畜生。涙が溢れてこぼれ落ちてくる。しく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 。私の精神状態はもう限界だった。こんな醜いやつをなぜ受け入れなくてはいけないのだろうか。私はどこまで苦しまなくてはいけないのだろうか。最近ふと思い出すことがある。国語のゆき先生。私がまだ少女の頃、先生は授業で私たちに熱く語った。この世界は醜いものだらけだ。この世界は悲しみで満ちている。でも決して逃げないでほしい。この汚い世界のありのままの真実を受け止めて、強く強く生きてほしい。そのために今たくさん勉強してほしい。と私には彼女が汚い大人の代表に思えた。彼女は、彼女たちは私の敵だった。逃げているのは大人たちの方ではないか。仮にこの世界が醜いとしても、それならばなぜ戦わないのか。私は美しいものだけ愛していたかったし、大人たちがしたり顔で語ることは全て間違っているように思えた。放課後、私はゆき先生の家を訪れ、玄関前に犬のうんこをばらまいてやった。あの頃の反抗的で感じやすく傷つきやすかった私は、なんと美しい少女だったことだろう。それがどうしてこうなってしまったのだろう。私はあれだけ嫌っていた大人たちの仲間入りをしてしまったのだろうか。この不細工で引きこもりの障害児を、いつの間にか仕方ないと受け入れようとしてしまっている。いや、まだだ。今ならまだ間に合う。私の心はまだ揺れている。反抗心を完全に失ったわけじゃない。もう一度あの頃に戻ろう。ガチャン。わー、お母さん、何なのだ何なのだ。部屋に勝手に入るなって言っているだろ。なのだ。出て行ってくれ。なのだ。ズンちゃん、私は美しいものだけ愛していたいの。だって私は純粋で透明な女の子だから。ぐさ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 ぐがうがががが、おかおかさん。ブリ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 リリリ。